洗脳されてるのはお前だよ。最近 YouTube のコメント欄に、あこいつら宗教的だわ、あこいつら気持ち悪い、こいつら意識高いぶってる、あこいつら信者だ、宗教だ宗教、あ完全にこいつら洗脳されてるみたいなこと言ってるやついるけど、マジで面白いんだけど、洗脳されてんのお前だよ。うん、間違いなく洗脳されてるのはお前、勘違いするな。俺はお前らの洗脳を解くために YouTube やってんだよ。俺がこれまでに YouTube で出してきた動画見てきてほしい。全部現代社会の刷り込みとは真逆のことを話してる。優しくすればモテるよとか、そのうち運命の女性が現れるよとか、頑張らなくてもいいんだよと、無理しなくていいんだよとか、好きなもの食べて好きなように生きてオナニーしていいんだよね、そのうちばったり運命の女性に出会えるから、お金なんて重要じゃないよ、今を楽しめばいいんだよ。はぁ、この現代社会の刷り込みの通りに生きてたら、お前は理想の自分を叶えることはできないから。無理なんだって。無理だよ。で、それも事実として結果に出てんじゃん。どれだけの男たちが今不幸せな状態にいる？教えてよ。教えてって。ね、そういうコメント書いてる。お前も多分今不幸せな状態にいるんじゃないかと思う。理想の自分叶えれてないんじゃないかと思う。思うような人生送れてないんじゃないかと思う。職場で見下されて、女には全くモテなくて、自分のこと好きになれなくて。なんで？この社会の刷り込みの通りに生きてきたからじゃないの？頑張りすぎんのはダメだよとか、頑張らなくていいんだよとか。どうなの？お金稼がなくていいんだよ。別に、モテるためにやるなよ。筋肉のためにやるなよ。現状どうよ、それに従ってきて。現状どうよ、そのジャンクフード食ってきて。現状どうよ、そのゲームやってきて。どうよ、ね、オナニーしていいよって学校で教わって、オナニーし続けて、ポルノ見続けて。お前の現状はどうなってる？目を覚ませって。洗脳されてる男たちが多すぎて、結果、不満な状態で生きてる。で、俺自身もそうだったの。優しくすればモテるよ。優しくしてモテなかったから。金なくてもどうにかなるよ。どうにもならないから。運命の女性が現れるよ。現れないから。いないから、運命の女性なんて。ばったり会わないから。ね、ばったり、どっかで、ね、ぶつかって、あ、すみません、みたいな感じで始まらないから、恋は。目を覚ませって。目を覚ませよ、マジで。一生来ないよ、その日は。俺には理想がないってなったらいいよ、もう。理想がないんだったらそのまま生きていけばいいんじゃない？この現代社会の刷り込みの通りに何もしなくていいと思うよ。お前ら分かってないことは、この現代社会の刷り込みってのはお前が弱くなるように設定されてんだよ。身の回りのものを見渡してみろって。スマホ、ポルノ、ジャンクフード、テレビ、ソファー、飲み物、水、水道水にすら鉄サロンが下がるような物質入ってんだよ。特に日本の水道水、早く浄水器つけろって。マジで目を覚ませって。お前のお父さんだったりお母さんだったり学校の先生だったり、現代社会の言ってること、仕組み、システム、流れ、それに従ってたらお前は平凡な人生を送ることになる。平凡な男になることになる。で、今の平凡な男になるよって言って、別にいいじゃん、平凡になりたいって思ったやつ、お前今の平均的な男の人生は結構残念なものだよ。女にモテないよ、平均な男は。残念ながら平均な女は男にモテるよ。いくらでも女が Tinder やってるとこ覗いてみれば分かるよ。全部マッチするから、右スワイプした瞬間全部マッチするから、それぐらい需要が高いわけよ、女は。だけどお前が右スワイプしてもお前マッチしないでしょ。なんで？お前が平均の男なんだよ。それか平均の男以下だからなんだよ。だから平均の男ではうまくいかないんだよ、この時代。なんでかっていうと、平均のレベルが死ぬほど下がりまくってるから。テストステロンが奪われまくってるから、この現代社会の仕組みによって。お前の身を取り巻く全てのものがお前のテストステロンを下げるように設定されてる。お前から原動力を奪ってんだって。でそれも考えてみれば理解できるよね。なんでお前を弱くしたい？この現代社会は、政府は、このシステムは、国は。お前が弱い状態でいる方がコントロールしやすいからなんだよ。お前政治に文句言おうと思ったことある？政府に文句言おうと思ったことある？多分ないでしょ。なんで？瞬間の快楽にまみれてるから。瞬間の快楽で頭がいっぱいになってるから。女で頭がいっぱいになってるから。お前はもはやこのシステムがおかしいことにすら気づかない。洗脳されてんの？洗脳されてんだって、お前が。お前が洗脳されてんだよ。何か分かったかのようにコメントしてるけど、お前間違ってるよ、絶対。間違ってなかったら、みんないい方向に進んでるはずじゃん。こんな弱い男たちが溢れるわけなかったじゃん。現代の男たちで手挙げて僕は自信持ってますって言えるやつ、何人いると思う？自分自身に誇り持ってますって言える？今現代の男たちは弱くなるように作られてる。この社会によって嘘を刷り込まれ続けて、お前は真実に立ち向かってないんだよ。で真実ってのは、向上しない限りお前は理想の人生を手に入れることができないよってこと。もちろん上位 1% の遺伝子を持ったやつは何も努力しなくても理想の人生を手に入れれるんじゃない？そういうやつもいるよ、中には。それを否定するつもりはない。だけど上位 1% の遺伝子持ってないんだったら、お前は努力しない限り理想の人生手に入らないよ。で理想がないんだったらいいって、こんな動画見んなって。見る必要ないよ、ずっとしこってろって。理想がないんだったらしこってろよ、しこってろって。誰も気にしないから、誰にも気づかれないから、自分の部屋でしこってろって。一生40、50になっても一度も女性に触れることなくしこり続けろって。ポルノ見て理想があるやつ、お前はその理想がでかければでかいほどそれなりの努力しなきゃいけないんだよ。厳しい現実なんだよ。舐めるな、現実世界を。目を覚ませって。女性に求められたいんだったら、女性に求められるぐらいの男にならなきゃいけないんだよ。それに値する男にならなきゃいけないんだよ。でそれに値する男になるためには、もちろんお前のスタートポジションにもよるよ。ね、遺伝子によっては本当に0からのスタートのやつもいる、20からのスタートのやつもいる、30からのスタートのやつもいる。だけどもう与えられたものなんだって。それに文句言ってどうすんの？なんかいいこと起きるか？何変わるか？もちろんもうフライングした状態でスタートしてるやつがいいんだよ。世の中にはずるいやつがいいんだよ。お前からしたらずるく見えるようなやつがいるんだよ。だけどそれに対して文句言ってどうすんの？なんか変わるか？変わらないよね。でどうせ俺は低身長だから諦めた方がいいよ、どうせ俺はブサイクだから諦めた方がいいよってやつ、諦めろって。いいよ、諦めろ。だけどその諦めた自分を正当化するために、諦める人間の数を増やそうとするんだよ。お前は自分が諦めたことに対する安心感を見つけるために、他のやつにも諦めさせようとしてる。クズだよ。そんなとこから安心感得てどうすんの？何してんの？ね、やっても無駄だよとか、何がわかるの？お前にね、身長が低い、顔がブサイクね、何らかの自分のデメリット、何らかの自分のコンプレックス、その一つのコンプレックスで人生はもう全部諦めようとしてるやつ、お前バカなの？ね、一つがダメだったらもう全部ダメなの？オナキン失敗したから、もういいや、いっそのこと今日3回抜こう、4回抜こう、5回抜こう、もう落ちるところの落ちろ、ジャンクフードも食って、1日
中引きこもってクソみたいな生活しよう、ね、それと同じでお前のメンタリティは。あ、身長低いからもうダメだ、もうなんだったら落ちるところ落ちよう、ゴミみたいなもの食って、人生諦めて、仕事諦めて、かっこいい体作るの諦め、何もかも全部諦める。一つの分野がうまくいかなかったからって、なんでそんなネガティブなマインドセットになってんの。そのネガティブなマインドセットはお前に何かメリットもたらす、お前の人生において1ミリでもメリットもたらす。逆にポジティブに考えてポジティブな行動を取ったら1ミリでもメリットをもたらされない。どう、確かに顔は不細かもしれない、確かに身長低いかもしれない、だけど金稼げるようになったらそれは1ミリでもいい自分に繋がってない。かっこいい体作ったらいい自分に1ミリでも繋がってない。1ミリどころじゃないよね。なんでポジティブを見出さないの。なんでそんな残念な生き方していくの。なんでそんな残念な信念を持ち続けて生きてんの。社会はお前の味方じゃないよ。お前がネガティブになるように作られてるから、お前がネガティブでいて嬉しいんだってこいつら。どん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 ポルノ見てくれる、どん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 ジャンクフード食ってくれる、どん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 消費してくれるね。次から次へとコンテンツを見ていく。誰のメリットになってんの。目を覚ませ、問題意識持たないと、今のこの世の中に、今のお前の生活に。いい、俺の動画は問題を投げかけてるお前に。なんでかっていうと、俺自身これらの問題のせいでうまくいってなかったから、で厳しい現実を受け入れてそれに立ち向かったことでマシになった。俺の人生確実にマシになったよ。コメント欄でよく聞くのは、ジョージの言ってることは苦い薬だって。その通りよ、苦い薬よ。でも効くんだよね、ちゃんと飲み込むことができたら。でお前の成長ってのはこの苦い薬を飲んで初めてスタートする、現実を受け入れることからなんだって。まあそんな感じかな。心配だった、普通に。過去の自分が進んでた道と同じ道に進みそうな人がたくさんいるから心配になっただけ。まあいいや、きつい時こそやらなきゃいけないことやろうぜ。